日本柳宗は、日本中央競馬会の美穂トレーニングセンター所属の、元騎手で現在は、調教助手。父は元 JRA 調教師の日本柳俊一。父方の祖父が、日本柳俊夫で、母方の祖父が、野平雄二という競馬の家系に生まれる。1999年3月、美穂の鈴木康弘旧社所属としてデビューした。同期には、北村博士。 高田純竹秀俊らがいる。同年4月11日アートフューチャーに帰場し、デビュー初勝利を挙げ、翌月には特別戦初勝利をマークするなど、この年同期では北村の37勝に次ぐ23勝を挙げる。2年目となる2000年には、勝利数を33勝と伸ばし、GI 競争初帰場も、記録、2000年から2003年にかけ4年連続30勝と、 関東の中堅騎手として活躍を続けた。その後、重賞初勝利を含む40勝やフェアプレー賞受賞など多くの記録を挙げた2003年度をピークに勝利数や騎乗数は徐々に減少していった。2008年よりデビュー以来所属してきた鈴木康弘厩舎を離れフリー騎手に転身、囲碁同級者管理場への騎乗はなくなり、近年では父である、 日本柳俊一級者中心の基状となっているが、数値の減少に歯止めはかからずフリー転校後の2008年以降は勝利数一桁が続いていた。そして2018年3月31日をもって騎士を引退した。引退後は萩原清志級者で調教助手となる。ありがとうございます。